え皆さん、こんにちは。レイラです。今日も聞きに来てくれてありがとうございます。えっと、今日は、うん何について話すっけそうそう。えっと、先週、京都に帰りました。まあ、2日だけね。京都に2回目のワクチンのために帰りました。で、その時の話をちょっとしようかなと思います。皆さんは、 えー、日本語の勉強どんな感じですか毎日少しずつ勉強できていますかやっぱりね、言語、言葉の勉強は毎日続けることが大切ですよね。なんか私も本当はもっと英語を勉強を、ま、しないとダメだと思うけど、やっぱりなんか、うんやっぱり皆さんとか私の英語みたいに まあちょっとなんかインターミディエットとかちょっとアドバンスになるともう教科書は使いたくないよね。<laughs> 教科書を使いたくないしなんかまあ細かい小さな間違いとか文法とかもなんかねそんなに気にしたくないしやっぱりたくさんの話す練習なんか楽しい楽しい勉強がしたいですよね。 でもなんか、うん、楽しい勉強ばっかりしてたら、やっぱり私はまだ、例えば、なんか、<laughs> あ,あとか、だーとか、in, at, for, of とか、with とかの使い方が全然わかってないし、うん、ね。やっぱり、長く、ね、長い、 道ですね。長い道。言葉は本当に、言葉の勉強は長い道です、まあ。これからも少しずつね、頑張っていきましょう。で、そうそうそう、ポッドキャストに、私のポッドキャストにこれからビデオができます。えっと、このポッドキャストの YouTube チャンネルを作りました。まあ、だから、 私が話している時に字幕、字幕、サブタイトルを読みたい人はぜひ YouTube でこのビデオを見てください。えー、私の話している顔も見ることができます。まあ、もしもね、もしもし見たかったらぜひ見てみてください。見なくてもいいけどね。うん、はい。で、実は先週、 京都に帰りました。2回目のワクチンのために京都に帰りました。で、その時は、えっとね、土曜日じゃなかった、日曜日の朝早く5時に起きて、でえっと、岡山に行って、岡山駅。岡山駅から京都まで新幹線で帰りましたで。結構ね、近い 岡山駅から京都まで1時間50分50分くらい1時間もかからない50分くらいですごく近くて、うん、で日曜日の朝家出てで日曜日の11時にワクチンの場所に行ってワクチンしてでその後はあは大学の友達が京都に来ていたので 京都の比叡山、比叡山、聞いたことありますかすごく有名な山なんだけど、比叡山に行きました。でもね、これが失敗したの。あなんか何もリサーチえっと、検索とか調べないで、調べないで行っちゃったから、マジでね、何にも見れなかった。そう。 比叡山ってちょっとよかったら Google ググで、えー、検索してください。めっちゃ有名な観光地です。で、まあ多分、多分っていうか、まあ私もずっと前にテレビで見たんだけど、比叡山、大きな山。比叡山、そうそう、比叡山の山は山。比叡山っていうすっごく大きな山にお坊さん、like、priest? お坊さんがたくさん住んでいて、 で修行しています修行は英語で何て言うかなその毎日だからお坊さんが住んでいて毎日トレーニングしていますね。うん、でそのトレーニングしてるしそのたくさん神社とか多分お寺とか建物があります。で山の中にちょん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 って バラバラにあるからそのたくさんお寺とか神社が見たかったらたくさんその歩くとかバスを使って移動しないといけないたくさんバスとかを使って見ないといけないだからその比叡山を見たかったら、うん、多分一日朝から夜まで。 しっかり時間をとってしっかり時間を何だろうな余裕を持って余裕を持って比叡山に行くといいです。私は午後から午後から行ったからで友達その私の友達は5時に 東京に行く新幹線のチケットを買っていたからそ午後の1時から5時までしか時間がなくてもう何も見れなかった本当に比叡山の一番上山の上に行くまでに、うん、1時間半ぐらいかかってでもロープウェイロープウェイウィーってウィーって山を登る 何マシーン機械ロープウェイ使ったけど、うん、それでもすっごくたくさん人がいたから、めっちゃ時間かかったかな、うんで。しかもロープウェイが高くて、下から上に行くまで1000円。で、帰りも1000円。そう。だから本当にその日曜日はもう、 なんだろう交通費交通費は like, トランスポートトランスポーテーションフィー交通トランスポーテーションヒー費用あーをフィー料金、うん、交通費に4000円から5000円使いました、うん、高かったで何も見えなかったそうだから皆さんが次京都に行って比叡山を 見たいと思ったらあ多分朝8時とか9時から夕方の5時6時とかにしっかり時間を持って余裕を持ってそしてお金も必要ねお金を持って観光に行ってください、うん、私みたいに失敗しないでください、まあ、でも比叡山は本当に おすすめかな山の中にあるから、うんうん、他の京都の街の中にある神社とかお寺の観光とは少し違うね。うんまあ、OK です。そんな感じかな。まあ、だからおすすめで、やっぱり秋は、秋は紅葉紅葉は赤い葉っぱとか黄色い葉っぱ、茶色い葉っぱ、 のことですだから日本の秋は本当に山とか木が黄色とかオレンジとか赤とか茶色になってすっごくきれい。でもだから観光客お客さんがとても多いです。だからまあ比叡山に行く時とか京都に行く時は、うん、紅葉の 時はおすすめだけどでもちょっと人が多すぎるから、うん、私はおすすめしないかな紅葉が見たかったらその京都とか大きな観光地じゃなくて普通の田舎に行ったらいいと思います田舎に行ったら山があるからね例えば私が今住んでるこれは岡山県の田舎。 田舎なんですけどここはめっちゃ綺麗ね今本当にまあ観光客とか誰もいないけどもうめっちゃ綺麗本当におすすめ今日もあの朝のえっと YouTube ライブが終わった後にちょっと散歩に行ったんですけどうん感動する綺麗ですっごく感動する。 やっぱりあと古い家も多いから多いし大きな建物がないからなんか200年前にとか100年前に住んでいた日本人の気持ちがなんかわかる気がします。うん、そんな気がします。だからちょっとタイムトラブルをした。 気分になりますね本当にだからおすすめ、うん、田舎おすすめですよ日本の田舎ぜひ日本に来た時は京都とか、うん、東京とかだけじゃなくてなんかもうちょっと田舎にぜひ遊びに行ってくださいとてもおすすめですはい今日はなんかペチャペチャこんな感じで喋っちゃったんだけど 今ぜひこれからビデオができたのでビデオもチェックしてみてください。はい。でもし何か話してほしいこととか、まあ、ちょっと早すぎしゃべるの早すぎって思ったら、えっと、コメントに YouTube のこのビデオの下のコメントに書いてください。はい。よろしくお願いします。 じゃあ今日はこんな感じで今日も最後まで聞いてくれてありがとう、えー、お仕事とか勉強頑張ってくださいじゃあねバイバイ